渋野日向子2020ダイキンオーキッドレディス無観客試合から一転中止、しっかりと調整を続けていきたい。日本女子プロゴルフ協会 JLPGA と大会主催者は2020年2月28日国内女子ツアーの開幕戦ダイキンオーキッドレディス3月5から8日沖縄の中止を発表した。新型コロナウイルスの感染拡大のためで19日に無観客試合で行うことを決定したが、政府のイベント自粛要請の発表などを踏まえ苦渋の決断を下した。渋野日向子21サントリーは非常に残念とコメントし、再開に向けた調整を誓った。女子ゴルフ開幕戦が無観客試合から一転して開催中止となった。11年3月の東日本大震災の影響で3試合と、16年4月の熊本地震直後の KKT 杯バンテリンレディス熊本が中止になったが、開幕戦は88年のツアー制施行後初めて。 JLPGA と主催者は声明で、政府の国家的な課題としてコロナウイルス感染防止に取り組む強い姿勢表明を重く受け止め、最大限の協力をする観点から慎重に議論を重ねたと理由を説明した。24日に厚労省から1から2週間が拡大か収束かの瀬戸際との見解が出され、26日には政府から大規模なスポーツ文化イベントの今後2週間の中止か延期または規模縮小の要請が発表された。さらに27日に3月2日からの小中高校の休校要請がなされ、大会の中止に至った。JLPGA の小林博美会長57は、選手としても平協会としてもこのような大会中止は断腸に重いとコメントした。今季初戦を予定していた世界ランク11位の渋野にとっては、2月に出場予定だったタイシンガポールでの米ツアーに続き3戦連続の中止決定。マネジメント会社を通じて、非常に残念ですがトーナメントの再開に備えてしっかりと調整を続けていきたい。まずは一刻も早く事態が収束することを願っておりますとコメントした。2戦目の明治安田生命レディース3月13日開幕以降も試合開催の可否を協議中という。無観客試合などを含めて検討を続けているが、相次いで中止が発表される事態も想定され、不透明な状況が続く。6月29日の東京五輪代表決定まで自力出場の同15位内の死守を狙う渋野や、現在15位の鈴木愛25セールスフォースにとっても再開がいつになるかわからない中、調整を続けるしかない状況で、コロナ余波は先が見えない。大地新聞社。みんなの声、渋野日向子さんコメントを出しています。第一に一刻も早い収束を願っています。 JLPGA は国家の緊急事態を考慮しての判断です。無観客試合なら感染防止には十分対応しています。中止は国民全体での防止への取り組みという機運を盛り上げるための変更ですね。米ツアーもすでにタイとシンガポールを中止にしています。世界的に中止になっていますので、焦ることなくトレーニングしていればいいです。小中高の休校で賛否が分かれていますが、何が最も大切かを考えれば休校は当然です。休校で子どものために働けなくなる、大切な行事がなくなるなどの弊害を解決していくのは今後です。特別予算を投入して困っている方を救っていただきたいです。最も大切なことは感染者を減らすことです。調整してワクワクしていた選手も楽しみにしていたギャラリーも本当に残念。延期できるスペースないもんね。男子ツアーはコロナを読んで試合組まなかったのね。無観客でもテレビで見れないかなと楽しみにしてたのに残念。なんとなくはわかるような気がするけど、本当に中止にする必要ってあるのかな。俺ら会社員は普通に働いてますけど、無観客で選手や関係者はス
スタート前、ハーフ終了後に熱を測って、7度5分以上ある場合は退場させることで、試合はすることにしてください。プロなんだから。決まったことやから、受け入れるしかないやろうけど、モチベーションの維持が大変そう。でも、五輪まであと少し。渋子さん、頑張って。本当に中止は残念です。選手がかわいそうですね。渋野選手もモチベーションを維持することが大変ですが、次戦が開催されることを祈ります。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。